つうか、今思えば俺チャックと4年間しか遊んでなかったんだ。恐ろしいね。いや、俺中学校1年生の時にチャックに会って、あいつ高1で死んだから、1、2、3。いや、俺、あいつと4年間しかいなかったの、ニコ生の半分なの。なんでこんなにいっぱい思い出あるんだろう。俺のね、親友だったやつが高1の時に心臓麻痺で死んだんだよ。いくらでも思い出出てくるのね。やっぱ男らしさをさ、競わなきゃいけないっつって、空き地にある空き家のガラスに突っ込むみたいなゲームがあったのね。それで、突っ込んでったら案の定ガラス割れんじゃん。で、へその脇7針ぐらいあいつ塗ってたの。だから、それでエッサスさんの体調勝ち取ったんだよ。あいつすげえやっつって。これ、よっちゃんに聞けばわかるけど、あいつ、へその脇7針塗ったんだよ。大出血で。それでエッサスさんの真ん中、あいつしかいねえっつって。やべえだろ。9歳からタバコ吸ってたんだよ、チャック。親父の埋線。みんなチャックから俺はもちろん吸ってなかったけど、よっちゃんとかは、あれだよ。全部、チャックの親父のタバコを盗んで吸ってたんだよ。で、チャック中2でタバコやめたからな、おい。チャック中2でタバコやめた。14歳でタバコやめたんだぞ。俺は柔道で、な、全国大会行くっつって、あいつ中3で全国大会行ったからな、それで。やばくねえか。9歳でタバコ始めて14歳でやめたんだよ。ありえねえだろ。それで高一で死んだ。お前、ひでえな、それ。流星のごとく。な、俺の思い出の中にはずっと生き続けてるからね。思い出の中には、生き続けてる。太く短くすぎるね。いやー、ちょっと衝撃受けたわ。なんかおめえらの友達もさ、死んだやついるだろ、絶対。30年間生きてきたら周りバタバタ死んでくじゃん。この話、1億9765回目なんだけど、1秒に1回してるのね、俺生まれてから。チャックが死んでから1秒に1回話してることがあるんだけど、口を開けばチャックの話してんだけど、一方聞かされるじゃん。今でも覚えてる、夏だな。夏休み中だ。で、友達みんな鶏と、天狗ちゃんと俺で千葉に行こうと。立山から千葉っつったら、もう千葉っつったら東京で言ったら渋谷みたいな感じだから、千葉に遊びに行こうと。で、7時15分の内房線の電車で千葉に向かって、2駅目ぐらいで携帯が鳴ったんだよ。みんな同時に。そんで、パッて見たら、友達からだよ。女の友達から、チャックが死んじゃったって来たの。そんで、まあ嘘だと思うじゃん。で、嘘だってなって、鶏がチャックの携帯に、いや嘘だろっつってチャックの携帯に死ねって送ったのね。チャック死んでるのに。あいつひでえ野郎だよな。いや死んでるわけないじゃん。だから鶏がチャックの、携帯のメールアドレスに、俺今でもチャックの携帯のメールアドレス覚えてる、バカボンド-ムサシって言って、バカボンド-ムサシアットマークホニャララっていう、携帯のメールアドレスだったんだけど、そこに死ねって送ったんだよ。でも実際死んでるわけじゃん。で、まあでも、これが事実だとしてても、別にチャックが死んでも千葉行かねえっていう話だったんだよ。なぜなら現実と受け入れられないから。俺今でもわかんないからね。今でもわかんないから、それで、二駅ぐらいふーって言った時に、みんなの顔が青ざめ始めたの。え、チャック死んでんのに千葉行くのダメじゃねえって話だらけよ。そんで、ブワーって青ざめて、一旦帰って、それが真実かどうか確かめようってなって、建物蹴ったわけよ。そんで友達に電話して確認したら、いや、チャック死んだよって話になって、で、チャックの家に行くわけじゃん。そしたらお父さんとお母さんがわーって泣いてて、チャックが上杉和也みたいにさ、両手を、こうやって、なんていうの、ね、菩薩みてえにやって、死んでるわけよ、本当に。で、わあ、今思えばすげえひでえやついっぱいだな。なんか死人の顔を見ると笑っちゃうっていう病気のやつがいたのね。今パチンコで、パチプロで暮らしてるんだけど、どうしても死人の顔を見ると笑っちゃうってやつもいたの。で、俺たちがさ、うわーって、もう、ジャック死んじまったよ、つって、大泣きしてるときに、チャックの死人の顔見て笑ってる奴がいたり、ほんとすいませんって、これもう俺病気なんですつって、ほんとに悲しいんですでも、これほんとにあとよっちゃんに確かめるからな。ちょ、マジ確かめて、あいつマジ最低だよな。ほんで、うわーって泣くわけじゃん。
で、ひとしきり泣いて、まあ、今日は、な、お前ら本当に、チャックの分まで長く生きてくれな、つって家帰って、翌日か翌々日に通夜があるわけじゃん。で、通夜行ってたらさ、高校の友達とかもブワーってみんな来て、んで、まあなんか、うわーってなって、まあ、通夜も普通に過ぎて、葬儀があって、翌日に。で、天狗ちゃんってね、人生で一回も泣いたことがないのね。どんなおじいちゃんが死んでも、ねえねえお父さん、おじいちゃんが死んでるよ、って言ったらしいの、マジで。あ、本当だね、って。あの、おかしいのね。天狗ちゃん。天狗ちゃんってもう感情がないのね。ロボットなので、中身は。おじいちゃんが死んでる、朝起きたら、あ、おじいちゃん死んでるよ、って。ああ、じいさん死んじまったな。じゃあ今日、あれだな、通夜だな、みたいな感じで。それで、済ませたような、人なんだけど。な、あの女、チャックが死んだ時も天狗ちゃん泣かなかったの。ただね、仮装の時に、俺人生で一回しか泣いたことないんだって。その一回は、チャックの仮装の時なんだよ。なんかそれで、人ってさ、死体がある時はさ、まだそばにいるような感じするじゃん。現物があるから。でもさ、あの、煙になって登ってっちまってさ、ね、あの、仮装体験したことある？みんな。あれすげえ恐ろしくない？原型とどめないじゃん。本当に骨になっちゃうじゃん。あれ恐ろしくない？あそこさ、葬式よりさ、仮装やばいよね。仮装。その時初めて、しゃくり上げて泣いてたわけよ。それが今でももう昨日のことのように、ちょうど今ぐらいの時期だな。やべえ！今年チャックの墓参り行ってね。なぜなら、クワガタ取りに行ってたから。あ、まあいいや、とりあえず9月になったら行こう。毎年行ってんだけどな。オフ会みてえな、感じになってんだよ。チャックの墓参り行くべえって、すげえみんな、あ、なんか、やだね、忘れちゃうんだね。そういえばそういう誘いも少ないわ、最近。よっちゃんぐれえだな。チャックの墓参り行くべえって、未だに。チャックの墓参り配信しろ、絶対やだわ。ふざけて話してるけど、本当に親友だったんだよ。で、それから死んだ後も、よくネタにしてたのね。俺だって死んだらネタにしていいよっていうのを中学校の時から言ってて、5年後ぐらいに、よくね、女と飲んでる時に、あ、そろそろチャック呼ぶべ、そろそろチャック呼ぶべ、みたいな話よくしてたの。未だに言うからな、よっちゃんも。もうチャックそろそろ呼ぶか、つって。でも4年間しか一緒にいなかったんだね。びっくりするわ。だって俺生放送始めて2009年から始めたから8年でしょ？半分しか俺チャックといなかったんだ。でも生放送と同じぐらい思い出があるわけよ。いくらでも出てくんの。中学校の時、勉強大嫌いだったから、授業中、教室の後ろで、俺とチャックと鶏ともう一人、秋元康ってやつがいたのね。名前ちげえけど。そいつでずーっと大富豪やってて。で、毎回先生に没収されるから、段ボールで作って。おい、俺金ねえからさ、親の財布から金ね、かっぱらってきて、毎回新しいトランプ買ってきてたんだけど、いよいよ金ねえってなって、セブンイレブン行って、段ボールもらってきて、その段ボールで手作り、50何枚か、52枚か、トランプ手作りしてさ、やったわけよ。大富豪。で、毎回、それを野球部の顧問に盗まれては、夜、職員室の窓割って、それを取り返して、しらばっくりで、俺たちね、一時期ね、ピッキングに凝ってたのね、ピッキング。流行ったみんなの中でもピッキング。俺たちピッキングが流行った時があったのね。ピッキング選手権みたいなのがあって、その芸術の時間に、工作をするってなって、ピッキングの、あれを作ってたのね。それで職員室によ、忍び込んだよ。俺たちが盗まれたトランプを大量に盗み返してきて。それでずーっとやってたんだよ。あとな、何が面白いのかわかんないけど、バイキンタッチゲームな。
タッチしてバイキン移すみたいな。やりてえな、チャックともう一回。あの、すげえ変なノリない？今、タッチみたいなこと言ってさ、俺今2回触ったから、あれだぜ、お前にまた映ってるぞみたいな。で、で、向こうがタッチしてから、バカ本当は1回しか触ってねえぞみたいなのを、7時間ぐらいやってたのね。学校行かずに。ずーっと。それだけのやりとりでな、白米だけで、飯255杯。西村の HP ぐらいやってたもん、俺。7時間ぐらい。で、秋元康新地で4人で、スクリーム見て、なあ、大富豪やって、恋愛恋話して、チャックをデブだったからさ、チンポがすげえうずくまっちゃってんだよ、肉の中に。4センチくらいしかなくてさ、チャックのチンポ。仮装の時、ボコチン見とけよかった。見とけよかったな。それだけは心残りだわ。もう二度と見れないんだなって。いくらでも思い出せるんだよ。エッサッサの式やったりさ。柔道部で、あいつがな、柔道をやったら強くてさ、中学校の体育の授業で柔道があったんだよ。ほんであいつと組まされてさ、足、3人ぐらい足の骨折ってたからな。3人ぐらい。ガチでやるから、チャックは。お前らチャックバカにしてると本当にやべえぞ。足の骨折られっかんな。秋元康も足折られてたし、卓球も強くてさ、授業サボって、こんだけ思い出あるのにさ、中学校の校舎の中の映像が思い出せない。なんか俺の中学校の中とか配信できねえかな、休みの日。校長と仲いいからさ、でもあいつも死んでんだろうな、チャックじゃなくて校長も。もう俺が厨房の時60ぐらいだったから生きてねえだろうな。思い出の校舎いくらでもあるわ。ここ、なんかみんながタバコ吸ってるとことかさ。いくらでもあるんだよね。天井をさ、ほうきで突き破る練習。してたんだよ。ヤンキーに憧れてたからみんな。もうそのしてねえんだろうな、みんな。いい子になってんだろうな。おしっこしてこよう。しんみりしちゃったから。